先月オープンした丸の内タニタ食堂、食べるだけで痩せるを合言葉に低カロリーかつヘルシーなメニューで国民的ブームを巻き起こすこのダイエット界の寵児に、今宵あまりにも大胆な挑戦状が。どうも、めちゃめちゃイケてるです。あ、めちゃめちゃイケてるや。はい、ちょっとお邪魔します。めちゃめちゃイケてる日記を着てんだよ俺。そうなんですよ。あ、参ったな。それは楽屋に用意されたお弁当。なんなんそれ。食ってないね。食べてるでしょ。これ食べたのよ。何食べたの、どこ食べたの。一体何よ。うわ何や、カメラどうなってんの。もう不愉快や。おっぱい一回、おっぱいなんで行くねん。キュッて。どうしてんお前ちょっと。でも俺こんなんやろずっと。というのも岡村は周りから太りすぎだと注意され、標準体重に戻すべく昨年末よりダイエットをスタート。しかしこの頃から矢部に対して気になっていたことが。あいつは俺に痩せろ痩せろって言う。でも俺は声を大にしてあいつ太れって思ってる。痩せすぎやろどう考えても。健康な感じがせえへん。そんな矢部の体重を測ってみることに。うわ見てごらん、マジで取ったれ。下から上へと。これもう恥ずかしい。恥ずかしいの体。じゃあ俺これベストやで。こんな体見たことある。こんな体押すなって乳首やから。体重乗れよ体重計に。ほら、ちなみに現在岡村の体重は55キロ。うわないわ俺。52.5。 52.5。 俺もびっくりしてる。もうインドの山奥に住んでるさ。なぜなら身長 173.1cm の矢部が健康に日常生活を送れるとされる標準体重は66キロ。つまりあまりにも痩せすぎているので。理想の体重に戻そう。いや俺もともと俺66も人生でなったことないで。だから13キロ戻すっておかしい。13キロ。絶対無理。俺じゃなくなる。13キロ太ろう。絶対無理や。それがお前の理想の体重や。めちゃイケのリーダーたるものをこれくらいどっしりしていてほしい。というわけで矢部を標準体重の66キロに近づけるべく、岡村は強力なアドバイザーを準備していた。誰やねんな。よろしいですか。さあ出てまいりました。何やねん、ガリタ食堂のガリタさんです。よろしくお願いいたします。ガリタ食堂。はい、ガリタ食堂。今話題沸騰中でございます。ガリタやそれ、すぐパクって。彼女に任せれば。彼女一応この辺でその彼女らしき女性なのね。はいはいはい。そう、ガリタ食堂の栄養士ガリタガリコさんは普段めちゃイケのチーフプロデューサーも担当する忙しい日々を送っているのだが、学生時代アメリカンフットボールで鍛えた体も今では50キロ増加。それは普通ではない食生活に理由があった。ガリタ食堂のガリタさんの一日です。まず6時起床、早いですね。まあな、起きてすぐ朝食入ります。キムチチゲ。間違ってる。間違ってる。料理の種類が間違ってる。これはキムチチゲは昨日の残り分です。残り分が近くにあったんで食べました。寝起きで。はい。すげえな。起きてキムチチゲ食べて、すぐ寝ます。また寝ますね。でもおかしい。食べてすぐ寝ます。お相撲さんの生活や。お相撲さん以上と言うべきか。2時間仮眠した後ナポリタンを平らげ、出社途中に立ち寄ったコンビニでコロッケやメンチカツを完食として胃袋に。そして13時、昼食入ります。出前のお寿司。もう食うてるやん。ここ見てください、茶碗蒸し6個。
この6個というのはあの AD さんの茶碗蒸しを全部よこせと。うわみんな楽しみにしてる。はい。それから会議の合間に夕食を取り、別の会議中に再び完食。その後ファミレスでの打ち合わせ中にこの日2度目のパスタも。そして29時嘘ラーメン、そしてカツ丼。これ どちらの築地。築地に移動します。めちゃイケはユニリーバと、はい、普通寿司食うんちゃうの。寿司はもうここで食べましょう。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。勘のいい矢部さんならもう分かったと思いますけども、これ紹介されたそら。この食事を今日から1週間やって、絶対無理、13キロ太っていただきます。だからもう何でしょう、朝食2回ありますからね。第2朝食。信じられへん。信じられへん俺。こう今までね、ダイエットっていうのはようテレビでありましたけども、いやあるけど、デブエットという新しいこの新しい形ですね。デブエット。はい。というわけで岡村が標準体重に戻したように、痩せすぎの矢部も頑張って標準体重に。これは現代のダイエットブームに真っ向から逆らう男の1週間の壮絶なドキュメントである。うわこの絵を美味しそうだ。いきなり仰天のメニューが目の前に。あ、いいですね。時間的にはちょっとまだね、あの早い感じはしますけど、はい、はい、ね、まあ、さっきちょっと弁当食べたからね、いよいよ始まった矢部の1週間デブエット生活。特上コロッケとか、あたまに、あ、ここが素通りだと。そうですね、特上コロッケ通過しましたよ。無事コロッケを通過いたしまして、こちら、お、意外や意外、こじんまりしたお店ですね。韓国料理。そうですね。1軒目は麻布十番の隠れ家的名店シモン。夜遅くまで開いているため不規則な生活を送るガリタさんにとってはとても便利で、少なくとも週に1回は通っているらしく、これもお決まりのガリタさんお決まりの料理っていうのがあるんですか。いつものやつ。いつもの。オーダー入りました。さあ始まりましたよ、ガリタさん。いつものが怖い。おっと、うん、あ、2台出てまいりましたよ。1人前ずつって言うとか。ガリタさんと同じメニューを食べるのがガリタ式デブエット。鍋一人で無理やで。普通無理、鍋ってみんなで囲むもんでしょ。さあ来ました。美味しそうだ。ちょっとこれ上にバラバラってきて、黒胡椒ですか。あ、いいですね。うわー、こんなに。これはご主人一体なんていう。これはタッカルククスっていうんです。タッカルククス、はい、時間をかけて鶏ガラと牛骨から取った濃厚なスープはガリタさんの一押しメニュー。プリップリな食感がたまらない鶏肉ととろけるジャガイモが入った3人前のお鍋は、チキンが大好きな矢部にも食べやすいはずだが。やりましたね、矢部氏。チキンは好きやけど量何入ってんの。おっと、下からうどんのようなものが。うどん、麺、はい、食べてもらったら分かるんです。あっという間にいっちゃう。それでは早速ガリタ食堂スタート。うわー、すごいすごい、これはうまそうだ。うわ、これぐらいがちょうどええわ。俺これあかん、これだけやから。いやー、13キロですからね。どうぞお食べください。まずは自慢のスープからどうぞ。あ、美味しい。おー、マッソよ。美味しい。これは美味しい。これなら小食の矢部でもスイスイいけそうだが、ね、いいですね。今現時点で最高。この麺見てください。もう 見るからにコシがある。熱いですよ、気をつけて。さあ一口いきました。どうでしょう矢部氏。美味しい。美味しいですか。本当に美味しい。あったまるし。さあこっからめちゃイケを見ている方、ただただ飯食ってるだけではございません。デブエットという新しい新感覚バラエティです。あんまり噛んだらなるんですよ、噛むとその満腹中枢は、うん、おっと、どんどん減っていきます。ガリタさんです。ほんまにいいぜ、これジャガイモが入ってる。これがちょっと敵になるかも。ジャガイモ、ジャガイモが入ってんね。どんどんなくなっていきます。すごい楽しそうだ。
ガリタさん楽しそうだ、いいですね、笑ってます笑っております。これがガリタさんの日常。一方矢部はじゃあやっぱり予想通りこのジャガイモ、うん、来てるわ。やっぱりジャガイモが入ってるんですね。一見こうあんまりジャガイモっぽいところはないですけども、そう下にめっちゃ溜まってる、ね、なるほど、下にジャガイモ。ちょっといいこれ、はい、あのスープもスープって残るやんお鍋って、はい、グー食べろっていうことやな。そうですね、グー食べろっていうことやな、まあ、しょうがないです、ゆっくり食べるしかないですよ矢部氏は。ちょっと光が見えました、はいはいはい、薬をよそっていったらスープほとんど残らないですできましたか今。普通に襲っていけばスープなんて残らない。おっと、もう親方食い終わりますよ、親方が食い終わってしまいますよ。新弟子の分は今日ないかも分からないけど、お店にとっては嬉しい限りスープは一滴も残さない、はい、もう鍋手づかみですからね手の皮も熱いですよ、それ普通の素人なら持てないですけど。ただね、やべし、僕なんかね、もう食べたい食べたい思ってね、食べれなかったんです、ダイエット、うん、どっちが楽だって言ったら、もうあなたは断然楽だよ。普通の子ですか、ね、そんなことな、食べるのしんどいね。とにかく具だけでも完食を目指す。麺がきついな。やっぱりお、でもなんやかんやで麺の方少なくなってまいりましたよ。ちょっと嬉しいね。はいはいはい、嬉しいお知らせですよ。おお、限界に挑むエスパーと同じく矢部の限界も近いのか。ほらほらほら、そうそうそう。おお、これ食べたらもうやべし、よしよし、お前らよし。太るために気合を入れ直す3人前の鍋もあと少し。目をつぶってうどんをかき込んでいる。わあ、来ました。麺はほぼ終わりだが、いくか、うん、ダダイモダダイモ、さあガジャイモが入るのか。おっ、ガジャイモどうどん巻き込んでる。おいけるよ。お、食べたか、終了が、3人前のうどんとジャガイモが矢部に与えたダメージは想像以上で。さあどうだ、遠くを見つめている。いたこいいたちょっとになれば。さすな。人生で初めてこんなに食べたという矢部は見事1170キロカロリーを摂取し、はち切れそうなお腹で晩ご飯終了。いやあの量はすごいわでも。でもまあ食べれたじゃないですかとガリタさんが、だからあれあれ嘘やん、思わず匂いに釣られたか。嘘やろ。実はこのラクマンコロッケもガリタさんの行きつけ。今日のように食事の後ふらっと立ち寄り、熱々のコロッケをかじりながら家に帰るのが一番幸せな時間らしいが、今アホみたいに食べたやん3人前ぐらい食べてね、鍋一人で。もちろん別腹でしょ、大丈夫お前が使うな、別腹とか。ちょっとまず、ガリタさん、あ、いいですか、はい、これ、はい、嘘やー、大丈夫ですよ、はい、うちのコロッケ、結構あの油を頻繁に取り替えてて、はい、いい油使ってるんで、はい、一、はい、人で3つぐらいペロッと食べれちゃうなるほど。いや、お腹空いてたらもちろんね。この店の看板メニューは中に細切りの和牛がたっぷり詰まったこだわりの特上コロッケ。そしてその食べ方にもこだわりが。こちらの自家製の昆布塩をかけてお召し上がりください。塩、昆布塩やって、はい、はい、昆布塩かかりました。では早速、うん、どうですか、うん、コロッケ。うまいな。よいしょ、よかった。ありがとうございます。これさっき鍋食べてる時さ、じゃがいもがネックや言うてたやろ。おっきいもんや。じゃがいも自体はちょっとね、じゃがいもがネックやね。
だってもうおかわりさん2つ目ですからこれがもうガリタさんなんですよ。それは携帯みたいに持てんの着実にカロリーが増える中、ここでガリタさんのもう一つの顔、かなりピーとしての仕事があるので一旦解散。もちろん矢部には万が一のためガリタ食堂の呼び出し専用携帯を渡しておく。それから1時間後、かがりPの仕事場を覗いてみると、うらっ、ごめん、寝てました、寝てました寝てましたね。あ、マグロ三昧。書類の代わりに出前のメニューが。次マグロ行きます。いや、てっきり仕事してやんのかなって思ったら寝てはったから。そして日付は変わって深夜。おはようございます。嘘って言うてくれ。嘘やろ。連絡ありました。あったわ、これお腹が空いたっていうことですね。そうですね、はい、で夜中の1時42分にお前ガリタ食堂で、ガリタさんと同じ食生活こそがデブエット。2時ですもんね、もう牛水。いややもうスタッフも嫌やろこのロケ。いや、あの一番嫌な俺なんですよ俺関係ないんでこのロケ本当は。で一番嫌な俺やって不満はさておき、深夜でも本格的なイタリアンが楽しめるリックは有機野菜を使ったヘルシーなメニューが自慢。でもガリタさんがいつも食べる料理はまた別で。こんばんは。こんばんは。よく来るんすか。はい、ありがとうございます。かがりが、あの、かわいこちゃんと。かわいこちゃんと、はい、週1か2週間に1回。なるほどなるほど。お待たせしました。これ結構な量あるね。いいですね。いや、美味しそうだけどな。カルボナーラかな。泡立てた卵を最後にかけて仕上げるガリタさん大好物のこちらは通常の2倍サイズ。もちろん3人前の鍋がまだ消化しきれていない矢部にはありがた迷惑で。うわ、すごい量やわ。深夜2時にこのボリューム。さあ、今ゆっくりと。どう、パスタ巻いてる？はいはい、巻きましたね。さあ行きました、虹パスタです。13キロ太らないとダメですからね。うん、どうでしょう。あ、美味しいですよ。美味しいですか。すごく美味しいです。ほうほうほう、うん、おっと、巻き方が違いますよ。ギャートルズ巻きですね。ギャートルズ巻きがありました。はい、店はもっと少ないんですよ、普通のサイズ。そうですよね。あ、ちょっとかがりさんサイズ。かがりさんサイズ、はい。かがりさんはこちらでパスタだけなんですか。他にも食べられること。いやいや、もう、あの、いつものやつ言ったらどんどん出てきますよ。それよりもまずこの巨大なカルボナーラを。あ、でも進みますね、やっぱり。これはちょっとね、美味しいですよ、ジェフ。ありがとうございます。いいですね。そう、つらそう、なんか見てる方がつらいです。素晴らしい。しかし、一向に減らないパスタを見て岡村が、我々もちょっと揚げすぎましたかね。スタートダッシュしすぎた。分かってくれる。非常に嬉しい。ちょっとありましたかね、やっぱり我々もその13キロってなるとやっぱ頑張らないとっていうね、そういうのがありましたんでね。ペース配分みたいな。なるほど。ちょっと1週間徐々にね。すいません、ガイダさん。はい、どうでしょう。いただきます。そんなにまだ入んの。そうです。うわ、素晴らしいです。矢部を太らせることが目的だが、ここは急遽ガリタさんのピンチヒッター制度に救われ一安心。これで帰れると思いきや、でもこれガリタさんパスタだけでも大丈夫なんでしょうか。そうやろ。もうサボケする。するとそこへ、カキでございます。なんと、まあこれは美味しそうだ。これほんまにうまいです。いや、うまいやろ。本来ならメインディッシュに行きたいが、初日の矢部を気遣いガリタさん絶賛の生牡蠣をオーダーと、ダイエット中の岡村が、
どうでしょう、これ相方のピンチということで。食べないで。これはめっちゃ食べない。これはね、やっぱりもう。もちろん岡村のためにも拒否して。あ、いいですよ。いい絞り方ですよ。あの、ガリタさんの食べ方見てみましょう。はい。チュルン。飲んだ、ね、どうですか、この牡蠣は。飲んだ牡蠣、すごいうまいです。すごいうまいですか。繰り返すがあまり噛まないのが太る秘訣。チュルンいきました。あ、いいですよ。うん、どうですか、やるし。うん、すげえでかい。なんとか一つは片付けたが、これちょっとでかいから、これちょっと助けてほしいな。わかりました。これもう相方の大ピンチで、超法規的処置ですか。これは2時過ぎてます。これ持ってのほかです。あんた真逆やで、ダイエットしてんで。これはね、絶対にダメなことです。深夜の食事は岡材類以降もずっと我慢してきた岡村だが、その禁断の味は。おいしい、これおいしかった。これお互い今の瞬間ダメよね。お互いダメな瞬間やで、ね、今の。これから1週間続くデブエッド生活、1日目がようやく終了。まだ矢部の体に大きな変化はないが、このまま食べ続ければきっと標準体重66キロに近づけるはず。まあ聞きましたけど。デブエッド2日目、めちゃイケメンバーとのお昼時に。矢部だけ弁当食べてねえぞ。どうしたの矢部、どうした、食べないの、どうした、どうした、食べようよ。うん、大丈夫。キザだよ、キザ。と、そこへ岡村と番組プロデューサーが。ご飯食べてない、うん、ご飯食べてないんちゃう。まあ、そのまま食べる。やだ、来たぞ。嘘やろ。嘘やろ。気になるぞ。なんだ、これが正月一発目だけど、なんだお前。そうか、一発目か。俺ら年明け一発目だからね。では、メンバーにガリタさんを紹介。その前にね、ジャルジャルの2人、はい、ね、まあ、金髪になってるけども、はい、特にいじらないけど、ジャルジャル結成10周年の新境地だが、弱い、今こっち、最初こっち、最初こっち行きましょうよ。一発弱い、そんな強いですか。弱い。実はこの日の朝、すでに矢部は強烈なガリタさんに呼び出されて。おはようございます。おはようございます。いや、さっき別れたとこみたいな感じですけども。六本木でカルボナーラを食べて4時間。まあ、ちょっと、もう薄々分かってきたと思いますけれども、ガリタさんがお腹すいたですよ。アホや。そのアホさがガリタ食堂。ただこの時間は営業しているお店が少ないため、だったらガリタさんが自宅でよく作るというサンドイッチを近くの公園でこしらえて、リーズナブルに朝食を済ませることに。いいですか、じゃあ。はい。どうすんの。割っていきます。ほんまか。カロ今ね割っておりますけども、時間は朝の8時でございます。ほんま、これいつもこういう感じ。嘘ってどういうことですか。自分の食事に信じられへんねん。矢部さん、はい、2日目突入いたしましたけども。いやー、マスタード、うんざりですよ、はい、まだお腹はさほど空いてはいない。全く空いてない。あ、まだ起きてないんでしょうね、体自体がね。ポテトサラダも一緒に食べたい。これ一気にこう食べれるからいいですね。なんか餌作ってるみたいな。いやいや、でも自分の好きなようにできるじゃないですか。うん、できない、ね、そのほらグッて落とす。そのライオンとかの餌作ってるみたいな。お前、ガリタさんのお気に入りが詰まったサンドイッチは、他にもクリームチーズやサーモンが入り、ガリタ食堂でしか味わえない幻のメニュー。普段はこれを1本丸ごといくらしいが、あとはこうして、あっ、はっ。できました。
小食のやめにはとりあえず半分。これ言うときますよ、テレビの前の皆さん、これ嘘でも何でもないですからね。またこれいっぱい噛まなあかんやつや。そんな 4,5 回でいいんですよ、飲み込める状態で、はい、本場フランス仕様ですからね、多分ね。いや、こんなこと言うの嫌やけど、マスタードをいい具合に挟んでるそういうことでしょ。まずいもんは食べさせないですよ。まずいもん食べないですよ、ガリタさんは。量はどうかしてても味は確かなガリタ食堂。この後別の収録のためお台場のフジテレビへ。が入り時間まで少し余裕があるということで、こういわゆるあれですね、あの第二朝食っていうことで。そうですね、はい、駅はなかなか我々も来ないんでね。いえいえ、はい、電車どうもんちゃうやろな。ちゃいます、ちゃいます。こちらです。お、え、さぬきうどん。うどんです、確か。昨日は韓国風うどんに苦しめられたが、関西出身のガリタさんはさぬきうどんも大好物で、通勤前に立ち寄る定番コース。でも矢部はお腹いっぱいなので。ショーとかあります？ショー、ショーございますよ。いや、頼んだことないですよ、ショー。笑われてますよ、矢部さん。笑われてます。そんな面白いこと言うてない俺。かっこ悪いですよ。あ、来ました。あ、そうっすね、生姜、生姜入れの生姜を。こうなんかこう薬味とかの入れ方、あのハムの乗せ方とか腹立たへん。ピタピタ。普段は迷わず大盛りを頼むガリタさん、しかし今日は第二朝食ということもあり、さらに矢部のお腹も考えて波で我慢。でもやっぱりこれじゃ物足りず。おトッピングいきますか、トッピングシステム。おっと、レンコン。ちっちゃいのにせえって。ちっちゃいやつにせえ。さらにもう一つ、カニカマ。おっと、カニカマ来ました。マジでか。では第二朝食スタート。さあどうですか、矢部さん。あー、美味しい。美味しいですか。美味しい。あー、これは美味しい。やっぱそのお出汁いいですよね、こういう薄い色のやつは。続いて巨大レンコン天ぷらにチャレンジするが、じゃあまだフランスパンのゲップ出んねん。あ、それをだからうどんのそのゲップに変えていきましょう。フランスパン食べてんだお前。こんな、これはもう相方のピンチということでね、しょうがないですね。一口だけですよ、僕は。僕はもうダイエット中ですから。なんやねん、ちょっとまずいな。また楽しんでるやろ。ちょうどいいぐらいの美味しいもん一口二つ食べれて。ダイエット中ですよ、僕。岡村に手伝ってもらいながら、なんとかうどんも完食。こんな2回の朝食を済ませてお昼を迎えていれば、お弁当なんて入るわけがなかった。でもね、ほんと食べないとね、男の人もいる。食べてなんぼですか。サリナも矢部の痩せすぎを心配していた。揚げも一番ええから。噛める噛める、力あるから。力はしない。白いやつ食べろ、白いやつ食べろ、白いやつ食べろ、白いやつ食べてくれ、白いやつ食べろ。あー、やべ、白いやつ食べろ。いや、あるから、大丈夫、あるから。メンバーの矢部を思う気持ちが弁当箱の中に集まり始めた。悪いな、みんな悪いな。ごめんごめん、白いの好きだよ。おっしゃ、一個この、どうした。一人捕まったサンちゃん。何さらっと乗ってきてんの。矢部のこと心配してね。心配して、白いの、白いの皆さん、白いの好きや。そんな変わせんでええねこういうの。ちょ、サンちゃん見てみ、ほらほら。デブエットの世界では太ってる方が偉いのだ。取られるぞお前。頑張ってる。俺も食べてんねん。 MC 取られるぞサンちゃんに。サンちゃんがいい。引かれるぞ。取られるぞ。絶対取られへん。さん中には俺絶対取られへん。俺はだってガリガリについてきたくねえもんな。心配や。さんちゃんにお前アナウンサーも取られんだ。食べろ食べろ食べろ。アナウンサーも絶対取られへん。さらに、ガリタさんうまい。そのメニューとは。矢部のデブエットは2度目の晩ご飯へ。ね、昨日の夕食から始まって、うん、まあ、ちょうどこう一周したという感じですけども、うん、お腹の方は減ってますか。減ってはない。減ってはいない。なるほど。ただまあすごいすごい出るトイレ。あんま出さないでくださいね。
いや出さなあかんよ。あんまり出せ。お、八郎。古っ。でもなんかこう、なんていうんですかね、老舗っぽい感じですよね。はいはい、相当昔からあるんですよ。ねえ、はい、いいですよ。ローで作られた。あ、この浮いてんのなんかいいんじゃないですか。はい、ねえ、パスタ巻いてる。やめてあげ、はいはい、バズんのもう。八郎はガリタさんがまだディレクターだった頃、仕事場から近かったこともあり、頻繁に通っていた昭和の匂いがする洋食屋さん。あ、クラルクです。あ、久しぶりなやっぱり。ね、昔はよく。今日これサービスです。ああ、ありがとうございます。いやいや、サービス。たまに。うわ、そんな。ああ、すみません。そうなんで、ヘルシーで良かったです。逆へ出たな。サービスが逆へ出たな。そして早くもメインディッシュが。うわー、うわー、うわー、ミックス。ありがとうございます。ガリタさんが決まって食べるというこのミックスフライ定食は、メンチカツ、カニクリームコロッケ、白身魚のフライ、そしてエビフライが並んだボリューム、そしてカロリーも満点のメニューなのだ。まずはエビフライから。おいしそうだ。ああいいね。うまい。ちびっこはね、これまたエビフライ食べたいって言うでしょうね、お母さんにね。うん、お魚ですか、それは。白身です。白身のお魚。はい、お、お、うまい。お魚うまいですか。お魚好きですもんね。うん、ようやくこの胃が出来上がってきたんじゃないですか。そうかな。うんうんうん、美味しく感じれるってことでしょ。美味しい、美味しいね。そんな矢部のデブエットを横目に、さあ、私もね。何や。本家の。うわ、ガリタ食堂。ガリタ食堂です。おたくらガリタ食堂なんですけども、厚揚げのピリ辛きのこあんかけ弁当っていうね。全然ちゃうやん、ガリタ食堂と。ガリタ食堂比べて。全然違う。ガリタ。こっちガリタ。タニタ式ではこの低カロリーなお弁当をゆっくり食べることが大切なので。言われた通りめっちゃ噛んでる。ルール守ってんで、谷田の。最低でも20回はちゃんと噛まないと。ダイエットを続ける岡村にとって、谷田式は心強い味方。対するガリタ式は追加でもう一品。あ、来ました。うわー、こっからナポリタンで。実はガリタさん、この世で一番好きな食べ物はナポリタン。特にこの八郎のナポリタンは、香辛料を抑えたシンプルな味付けが幅広い年齢層に支持されている絶品なのだ。ナポリタン巻いてる。めっちゃ巻いてるやん。ハイハイのネタが好きすぎる岡村は、矢部にも、どう、パスタ巻いてる。なんとかね、この1週間以内にちょっとね、ハイハイ来てくれないですかね。もうパスタ巻いてるんだよ。もうお腹いっぱいの矢部に対し、さあ岡村さん、とうとうさつまいもを残してフィニッシュとなります。ああ。なあこれ。ミックスフライ定食とナポリタンでほぼ1日分の摂取カロリーを蓄えた矢部、本日はこれで解散。ところが、いやいや、明くる日、まだ暗い早朝にガリタさんの愛車、中古のポルシェに矢部だけ乗せられて、うわ、高速乗るで。どこ行くねんな。仕事が終わった夜明け前、ガリタさんにはたまにどうしても行きたくなる場所が。音楽聴きますか。サザン入ってますよ一応。ガリタさんの大好きな曲を BGM に、2人を乗せた車は湘南へ。海岸線を走るその先には、青い渚の富士山です。ほんまや。おい、すげえすげえ。ちょっとテンション上がった。そして目的地へ。うわ、サボ。いや、もうこれ何、これ、おでん食べながら、え、朝日待ちましょう。ここまで来ておでん、
これはもう正直都内でも食べられる味だが、うん、ガリダさんうまいシチュエーションにこだわるのもガリダ式。うわ、あだ見えた、あら来た来た、確かにすごいすごい、わあすごい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 、どうでしょうどうでしょうどうでしょう、いやだからすごい言うてるやんすごい言うてるやん、綺麗よ。しかし本当の目的は世界一の朝食と言われるビルズ。お電話開店までのつなぎで常連ガリタさんのためにと早めにオープン。こちらがオーガニックスケランブレッドになります。すげえボリューム世界中にファンがいるスクランブルエッグに特製サーモンとベーコンを別料金でトッピング。うわそんな食べ方するこのパン相当うまい続いてこちらもビルズの定番リコッタパンケーキ。そろそろお腹が膨れた矢部のテンションが気になるが、これ分かりやすい、これやんな、そう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 、いただきます。うん、うわ世界一だありがとうございます、ありがとうございます。おかしら店からのビルズを後にしてすぐガリタさんはドライブスルーへ。ここまで来たら限定のハンバーガーを食べないわけにはいかない。これええわ。どうですか、もう青やで、あらお前今食べたやん、世界一のパンケーキ。すいません腹立つわ。そしてのんびりと都内に戻ってきたポルシェの行き先は、うまい魚を食べさせる店として有名な魚活のランチへ。願わくば数日に分けて連れてきてほしい矢部だったが、はい、はい、朝ごの煮付けです。うわあ、うめえな。容赦なく絶品グルメが続く。ガリタさんはここの魚で白飯3杯はいけると賛辞を送るが、普段朝食の矢部はうまいけどうまいけどや、うまいけどな、空腹時空腹時食べたいな。おいそしてデブエット3日目の夕食は矢部も大好きな餃子の王将。しかもここはガリタ特別セットが存在するというが、おかしいなこれやっぱりスープ忘れたお気をつけください、はい、お願いします。これジャッキー・ジェイの映画でも出てけへんで、ね、この餃子定番の餃子を4人前と、ここに来てようやく体を気遣い野菜が豊富な中華飯をチョイスするのがガリタ式。うん、やっぱうまいっすね、マジで、うん、間違いない、うまい。そうですよね、そうですよね何なんでしょう、この王将の餃子のうまさ出た、二つ食い一個食いでも精一杯やで。ガリタ食堂の基本をやべも、必死に口へ押し込むが、あれほんますか、今結果1個やナイティナインのオールナイトニッポン。ようやくガリタさんから解放された矢部はほっと一息ついたが、スタジオに入ってもつい無意識に、よろしくお願いします。こんばんは、ナイティナインです、はい。僕のスマートフォンがもうめちゃくちゃな設定されて、そして生放送終了後矢部の前にお疲れ様です。何や、再びガリタさんが、お疲れ様です。もしかして空腹になりました、お腹すいた違い食べたやん、さっき王将でさっきやもう近いです、あ
近いね。近いね、ちょうどいいね。距離とかじゃないね。いやいやいや、俺もいやいや。矢部のデブエットはもう限界に来ていた。ゴー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 。今年明るいところに行く。ガリタさんは元アメフトの選手。しまってる、ごめんごめん、しまってる、ごめん。ちょっとごめんなさい、ここ僕いります。明日7時なんで。じゃあもうはい、いやじゃあお帰りいただいて大丈夫いいですか、はい、じゃあガリタさんお願いしますね、はい、はい、岡村と別れ、2人は早朝の築地へ。場内と場外がありまして、こんな時間来んのお前。はい、会議をちょっとわざと伸ばしてでも来たい激アツスポットです。そんな中から今日は週に1回は通うという中華そば井上。完全に寿司屋だと思い込んでいた矢部にとって、この早朝築地デビューは癖になるかも。終わった。今はあラジオ聞いててくれたんですか。いつも金曜日聞いてるんだ。ありがとうございます。変な番組や。変な番組なんですよ。やったとかやんないとかそんなもっけってんじゃない。やったとかやんないとかね、あれちっちゃいおっさんが言うよ。あのおっさん2回ぐらい来てんだよ、ここ、うん、うわ。あ、いつだっけ。だから太ってんだ。岡村も大ファンだというこの中華そばは、一瞬チャーシュー麺かと思うほど豚バラ肉が敷き詰められたボリューム満点の一品。恐る恐るまずは自慢のスープから口をつけるが、超うまい。超うまいスープ。超うまいでしょ。なんだろうこれは。続いて縮れ麺、縮れ細麺。はい、うんうん、喉越しのいい細麺もスイスイ入っていく、うん、味噌汁みたいな感じだよ。味噌汁ではない、量多すぎんだよ。とはいえつい先逃げようとした矢部はどこへやら。早朝5時に夢中で中華そばをがっつく。行きましょう。このペースなら完食は早いか。うん、すげえ。待ってください。これから働く人ならまだしも、帰って寝るだけの矢部は確実に太れる。はい、素晴らしい。あ、もうラス1のチャーシューじゃないですか。どう、はい、最後の一口に気合を入れて、はい、いいです。これでようやく解放された。ものすごい美味しかったですよね。でもいやいや美味しかった。この後湯水飲んで、おいちょっと寝なあかん。ちょっと散歩しましょう。でもどうもおはようございます。まだまだ終わらないガリタ食堂。ガリタさんの足が止まった。見てください。ガリタ超うまそうじゃないですか。やめとけってお前。超うまそうじゃないですか。やめとけってお前。腹で押すんやめとけって。まさかの築地2軒目は牛丼のきつね屋。基本的に取材拒否の店だが、常連のガリタさんが来るということで開店時間も早めてくれた。やめとこ、行っちゃいましょうね。やめとこ。行っ今日やめとこ。ここ僕超好きなとこ。超好き。明日これ。明日だ。デブエットしてるなら今この時間に食べなきゃ意味がない。この創業以来60年間変わらぬ味は必ずや矢部の血となり肉となる。じっくり煮込まれた肉豆腐は口の中であっという間に溶けて、超うまい。間違いなく美味しいんですよ。やっぱり人間限界あるじゃないですか。そうですね、僕ラーメン食べてるじゃないですか。でやっぱ厳しいですよね。すぐスタッフに本気の目で問いかける。僕おかしなこと言ってないから。そしてついに。これ全員が食いたがってますもん。どうぞどうぞ。こんなのないっすもん。本当私を助けてください。セカチュウ。
私を私を助けてくださいというわけで築地の場外で SOS を叫んだ矢部がこの日24時間で食べた総カロリーはなんと7000弱、いわば成人男性の約4日分を摂取した計算に。さすがはガリタ式デブエット。デブエット4日目、果たして今の体重は。いやー見た感じあんま見てみこれちょっと出たね、ちょっと出てるからちょっと出たねこんだけ食べたらお腹から骨が浮き出ていた3日前の体重は 52.5。 52.5。 さあ 52.5 が何ぐらいになってるんでしょうか。ください、どうぞ。おすごい、うわ、おうっすげえ、50え57.5 57.5 575 俺がびっくりしてる。めちゃイケはユニリーバと俺が一番びっくりしてる。575。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。入ってんねん、いっぱい入ってんねん。これやったやん。こんな増えるもんな。いややっぱ炭水化物よ、まだここに入ってるやろ。しね、入ってそうや、出てない、消化してないから、食べたとこやから。いやもう十分やろ。いやいや健康的ちゃうの。だって66、66まで持っていかなあかんねんから。あと 8.5 キロで目標体重に。俺ビジュアル変わるで。ええよええよ、全然66キロだったら全然いいよ。これだからもう残り少ないから追い込んでいかんと。追い込もう。いやもうここまで来るじゃないから、頭から追い込んでるやん。もういやでももう時間がないから。次回矢部のデブエットがついに完結。もう嫌やね、毎日めちゃイケのこと考えんの。孤独な挑戦を続ける矢部のもとへ心強い応援が続々。ちょ、ご飯やだガリガリ仲間アンガールズ田中も急遽参戦。どう、パスタ巻いてる。そしてついにこのコンビも。どうもねー。最近のパスタ巻いてる。巻いてるよ。さらにはデブエットのプロスモーカイも協力。ガンガン稽古してガンガン食えば。そうですよね、自分もそうやって太ったんですから。そうですよね。赤身盛りと豪快に食べる。飲んでるんすか米。ハンデマツロン。ハンデマツ。一方フジテレビでは子供母親を集めた謎のオーディションが開催中。その傍らには何やら謎の台本も。まさかあの大人気大家族がめちゃイケに。その謎は次回痛快に明かされる。勘弁しませんよ。2月18日夜7時からは最後の最後まで見逃せない2時間2大ドキュメントスペシャル。あなたの彼頑張ってますよ。あなたの彼頑張ってますよ。ビッグハットさんの彼は果たしてビッグボディを手に入れられるのか。終わったらおたけびあげるからな。なんで、なんで直されたThank you.
myself. I don't wanna share you with nobody else. I can't help myself. Reaching for you, but you're looking somewhere else. Wanna tell you that I need you. Wanna please you. Wanna be the air that you breathe. No, I never wanna leave you. I wanna heal you. When I look at you, I see a piece of me. Can you look at me like the other boys and girls do? They wanna be with me. Be one.